はい、レザー長人のニコです。こんばんは。レザークラフトやってますか？いつも YouTube ご覧いただきありがとうございます。今日はですね、オーダー、最近やっぱりね、時代が変わって、お店でオーダーを受けるより、ネットでね、オーダーを受けることの方はもう大半になってきたんですよね。今 SNS を僕使って頑張ってるんで、でね、やっぱりそうなるとクレームじゃないですけど、なんていうんやろ、その深いとこまでね、合ってないんでお話できないじゃないですか。じゃあこうなんていうんやろね、お客様がこうなんていうんやろ、安心してお任せできないと思うんですよね。なるべくだから僕はこうお客様とやり取りしてのオーダーっていうのが好きで、そういう風にしたいんですけど、なかなかできないんですよね。で、僕が今そのどうやってるかっていうのをね、その中でもいろいろ考えてやってるんですよね。そのお話をしようかなと思ってます。ちょっとね、作業しながらやろうかなと思ってるんですけど、まずね、今回またオーダーでね、ロングウォレット、ちょっとシンプルなこれをこうやった、こういうね長方形のお財布なんですけど、こちらのお客様、昔にねお店に来たことあるんかなのお客様で、今もうだ何年前の10年ぐらい前じゃんかな、久しぶりにご連絡いただいて、お財布オーダーしたいですって言ってて、プラスアルファなんか そのお客様は大島紬、あの有名なを今修行してるらしくて、で素晴らしいですよね。でもしよかったらその財布にそれを使ってくださいっていうお話だったんですよ。で大島紬をちょっと送っていただいて2つ、でこれを財布に入れ込むんですけど、ね、結構ほとんどお任せって言われたんですけど、まあ僕が思いついた2つ、2つやねんけど、この大島紬2つあるんで、4パターンを写真撮って送って、最終的に決めていただいて、そこから作成するっていう感じにしようかなと思って、それをやりました。まあどれが決まったかはね、先ほど実は言うと決まったんですけど、まあそれはねお客様のお楽しみとして、だからね、これコード版でこういう風に大島紬を入れるのか、例えばこっちのパターンこういう風に入れるのか、で僕の手染めの方こういう風に入れるのか、こんな感じにするのか、4パターンを写真撮って送ったんですよ。で決めていただいたんですよね。だからね、まあその結果はね、まあインスタの方とかのストーリーとか投稿で出すと思うんですけど、まあ楽しみにしておいてください。まあちょっと作業あるんで、作業をしながらおしゃべりしていこうかなと思います。まあ、N モデルも、こちらのシンプルなスタンダードウォレットも、やることはほとんど一緒なんですよね。まずこれね、前回も見せましたけど、このカードケース、うちは2房なんで、これをまず水に濡らしてハンマーで、前回の動画結構あれですね、再生回数良かったですね。やっぱりこういうのってあれなんですかね、まあ思いつかないですよね。まあでも皆さんね、これは使っていただいて全然いいんで、これは別に真似してもいいとこっすよ。デザインとか真似したらやっぱりあんまいいことないけど、こういう技術の中のところはいいと思いますよ。今はこんなもんですかね。こっちこんなもんで、これが2ミリですね。今回2ミリでやってます。
そんなもんかな。もうちょいいけるかな。休みがかかります。で、いつも通り、ちょっとここがね曲がったりしてると思うんで、ちょっとガタガタになるんですよね。あんまり今回なってへんな。ちょっと切って。叩きすき、あの誰がね命名してくれたんか知らんけど、叩きすきのコツとしてはね、なるべくこの硬いものの上、まあ僕これ大理石なんですけど、硬いものの上でなるべくこの叩く、なんていうやろ、強さも一定で、皮ってデリケートじゃないですか。なのでね、その叩く強さやったりが一定じゃないとね、デコボコになるんでね。あえてそれを生かす時もあるけど、表の模様とかでやるときはハンマーロー、土目のね。でもこういう好きの時はやっぱり一定にするのがいいと思います。こんな感じかな。でね、そうできるかな。よし、まあもう一枚はアトリエやろうかな。でそのネットでね、そのオーダー、まあこういうのもそうなんですよ、ネットでオーダーを受けるようになってきたために、こういうふうに技術をこういう YouTube で見せてるとこもあるんですよ。安心感があるじゃないですか。あ、こういうふうにやってんねやって。ほんでこれを見てオーダーしてくれてきた時に、あ、ほんまやってなる方がより楽しめると思うんですよ。なのでそういう風に見せてるとこもあるし、先ほどみたいに、まあラフ画を描いたりもするんですけどね、大体うちお任せなんですよね。大体ニコさんにお任せますみたいなこと言われるんですけど、それでもやっぱりこっちその100があったら100全部お任せやとやっぱり作りづらいですよね。あれってやっぱ決めていただいた方がいいんで、しかもネットやったらお店とかやったらね、顔とか見て雰囲気見て、あ、こんな感じがいいかなとか思いつきやすいんですけど、ネットでインスタの DM とかでオーダーいただく場合はどんな雰囲気なんか、どんな人なんか分からへんので、その人に合ったものを作るっていうのは僕の一つのその仕事やと思ってるんで、中ぶらりになるんですよ。なので写真とかもらう、その人の写真とかいただけたらそれが一番いいんですけど、無理やったらこういうふうにちょっとずつこう詰めていって、で最終的にまあその言葉の端々で大体なんとなく雰囲気わかるんで、作ってお渡しするみたいな感じにしてます。こうやるとね、まずクレームないですし、何回かやり取りしてるんで、で向こうもある程度ドキドキしながら待ってるし、でここまで決めたけど、この前のカバンみたいなインスタに載せてた、あれってね、実を言うとコンチョの部分とか、僕が勝手につけたんですよ。こう飛び越えることもできるんですよね。オーダーいただいて、その人が 100% って思ってるとこ120に持っていけることができるんですよ。そうなったらやっぱりね、この商売ってすんげえ一番楽しいと思うんですよね。そこが一番楽しいと思ってて、なんか皆さんにもそういう風になってほしくて、こういう風に動画にしてみました。ぜひね、皆さんもこう、これからの時代にネットでオーダーを受けるじゃないですか。本当はね、出会って、その人に会った、お話とかしながらオーダーを受けるのが僕は本当は好きなんですけど、
まあ難しくなってくると思うんで、こういうやり方もあるよっていうのをお伝えしようかなと思いました。参考になれば嬉しいです。もしよかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。では。